上げいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。新生タロットです。はい、この作品は佐野巻新聞の黄色きらめきなんですけど、2ヶ月連続リリースで、新生タロット一発目の巻新聞作品となってます。で、それでですね、ちょっと新生になってて、メンバーが足腰色入って終わったので、ちょっとメンバー紹介があるから一言ずつもらおうかなと思います。はい、じゃあやっぱり俺が最近の先だし、あ、そういうこと、そういうわかりました。じゃあまあそうですね、先に今のは違うんだけど、はい、まあそう、まあ一つだけしか言いたいことはないんですよね。まあ何回も言ってるけど、黄色きらめきの真ん中のマークはこのうちにリボンだと。リボンリボンどうしても、でも NG テイクだよっていうし、で、いいよな、はい、ね、そうなんですよ、リボンなんですよ。まあでも、まあ無限っていうのまずはね、その振り付けをですね、ちょっとやってみようかなと思ってるんですよね。ライブ楽しむためにはまずゴミを振り付けることで、ゴミをね、ここでちょっと教えちゃおうと思ってます。これはい、はい、リボン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 え大丈夫いいよこれなんですか君のキラメキシはいやっとなんか地元に入りました。はい、ちょっとね、ちょっとね、まあそんな感じです。まずは曲を覚えてください。はいはいはい、続きましてちょっとかぶってる、俺いる、俺必要なのちょっとかぶってるな。はい、テーマが伝えたいのは、やっぱり新メンバーが増えて、今は変わったところを聞いてほしいっていうことで、やっぱり2人が入ってきて、ね、まずやったことがレコーディングだったっていうのがあるから、目を凝らしてみてと、はい、僕が言いたいのはそれだけです。メンバーが一緒です。今回の曲は熱狂的に初めてバンドでレコーディングをして、わからないことがあったんですけど、助けてくれて楽しく良い経験になってきました。ここからも頑張ります。お願いします。もう、はい、はい、新メンバーのベースのレイジです、ね、今回はとりあえず3曲目ですね。3曲目が目の見せ所です。ドラムのジンです。でもいいと思うな、お金で。自分の見せ所はデムです。おお、ね。みんなで頑張ったから、全部が見せ所。以上。あ、前のなんか完全燃焼だよね。最初のリボンリボン全然使うんでしょ。何見てればいいの。全部見てない。全部見てない。ここも立
チョの見せどころが。新生タロットはこのメンバーで気合い入れて発想していきますね。応援してほしいと思います。で、大事なスケジュールがあります。2009年ちょっと締め込んだ素晴らしい、タロット史上初のファーストワンマン決定いたしました。でこのファーストワンマンはやっぱりその集大成をさらけ出すのかなと思っているわけなんですけど、やっぱりとりあえずね、何でもやっちゃおうかなと思ってます。はい、何でもやっちゃおう、何でもやっちゃおうかなと思ってます。ちょっとね、全部できるか分かんないんですけど、すごいやつなんだけど、すごいパラダイスなんで、それをちょっとね、やりたいと思います。なんで、それにはね、やっぱり、みんなのプレイヤー、練習が必要なんで、絶対に遊びに行ってください。はい。で、それまでに、ライブもかなり行くので、一緒に、よろしくお願いします。タコでした。